びっくりした。予告、青の魔境開催。え、かっこいい。なんかお城みたいだね、魔境。なにこれ。神殿の次、増えるね、めちゃくちゃ。魔境の中にはたくさんの青鬼が潜んでいるぞ。あ、魔境っぽい青鬼がいますね。まずは5階層とか10階層で来るのかな。え、やば。今ちょっとね、公式さんの X 見てきたら、どうやら6月7日から開催されるっぽい。やばい。新ギミックとかね、あるような感じらしいので、どんなだろうね、魔境ってなんだろう。魔法陣違うな、なんだろう。なんか順番に謎解いていくとか、そんなんだと面白そうですが、新ギミックのある青の魔境、6月7日から始まるらしい。あー、びっくりした。あ、たけし来ましたね。たけし、あと3体でスキンチェンジなので、あと5回ログインすれば、スキンチェンジですね。どんな姿になるのか。気になります。はい、それでは今日5月31日からスタートの、あだしの音ちゃんのガチャ、スキンチェンジするまで、3体出るまで、今日回していきたいと思います。スキンチェンジの姿がね、やっぱ笑ってるよね。口がさ、ちょっと怖いんだけど、笑ってる。これストーリーでなんか関係ある？顔が変わるって今まであったっけ？まあね、ゴーキさんのスキンチェンジが普通の顔からびっくりした、ガーンっていう顔になってるのはあったんですけど、微妙に表情が違うのって怖いよね。私のレン君も目が、一目の細目から目開いてましたもんね。怖い。ということで、前回私のレン君が33万枚で、もう至って普通ぐらいの平均値でスキンチェンジしたので、今回はどうなるか。一応ね、増えたんですよ。なんかログインしたり、いろいろね、普通に遊んでるだけで、まあまあ増えたっていうのと、青の試練もね、一掃されたのでスキップできるとこもらってきたりはして、912万からスタートしてる感じです。が、いや、3体か。3体、たったの3体がね、何十万枚の世界ですから。いいね、神引きした人いるかな？よかったら、コメントでどんな感じで出たかも教えてもらえたら、データとしてもね、コメント見に来る方にも参考になるかなって思うので、私こんだけで出ましたとか、私はね、動画しちゃってるんで、もう探しまくってるんですけど、青銭から何から、どんだけでスキンチェンジしたっていうのはね、ちょっと自分と比べるのもいいかなと思ったりするので、私はもう全部、青銭どんだけで何百連で出たっていうのは、特にね、コラボスキンを出していこうかなと思いますが、出ぬ。一体目出が遅いとさ、沼る感じが、するよね。なんか100連以内にボーンって1体来ると、なんか調子いい感じがするんですよ。あとはね、この、結構その賑やかなスキンが出てくると、星さんが結構出てたり、学生役の星1のグレーの子がいっぱいいると、なんか調子悪そうな感じですけど、わっと？おっと？今回はやばいのかな？まだ1体が確認できません。3分の1っていう表示が多分出るので、すぐわかるはず。やばい。なんだろうね、青の、なんだっけ、忘れちゃった、秘境、魔境。ボスの鬼も気になるし、ボスクリアした後のスキン。ちょっとなんか中国風というか和風というか、そっち系かな。出るぞ。待って待って。あ、10万枚いったかな。やばいぞ。出ないかもしれない。結構やばい。今日の動画はこのガチャで、おとちゃん3体出すのと、一応ね、今数えてたら、15万ちょっとかな。15万ぐらいな。一体目。単純計算で45万枚かかりそう。やばいよ。ずっと回してるけど、でね、回してると重くなってくるんですよ。このガチャのボタン押してから、ガチャの画面が出るまでに、タイムラグがすごくなってきて、あんまり重くなったり、スマホが熱くなったら、一旦落として、入り直そうかなっていうぐらい、やばい。動作が遅い。沼るとこれも加わってくるからね。結構ストレス。いやーどうしよう。マジで5、60万覚悟かなっていう気はしてます。ほらね、なんか地味になってくるんですよ。ガチャ画面が。星ちゃんとかバーンと、ほら、地味だー。今ね、すんごい重くなっちゃったので、ちょうど、来た。これだよ。これがあるんだよ。今ね、本当にさっきまですっごい重くて、結構回してて、動作も重くなったんで、入り直したんです。アプリ落として入り直しての一発目。
来るやん。あのまま無理して回し続けるより一回切って入り直したら出るパターン。見て青ゼニ減っております。私の手元だと今23万ちょっとかな、かかっての2体目。うわー、でもいい方か。2体目、23万、あと10万以内とかで3体目が来てくれれば、まあ、前回ぐらい33万ぐらいか。出るのこの画面修正された。はあ、びっくりした。もう毎回出なかったからスキンだけをちょっと慎重に見ようかなって今喋ろうとしてたところ、スキンチェンジ開放画面出るんですね。出た。待ってよ、2体目から3体目結構早かった。いい、可愛いけど笑ってんだよね可愛いけど。メイド服ちょっとアニメ見れてないからな。メイド服になる、ちょっと笑う。はい、スキンチェンジいけました。912万から始まって887万で3体出たので、ちょうど計算すると25万2000枚で840連でスキンチェンジ。レン君より良かったね。出だし悪かったけど、なんとか25万枚で出ました。ありがとうございます。これさあのスマホのさ、ピンチでさ、ちっちゃくしたり大きくしたりやるとこれ動くんだけど、全然関係ないけどねちょっと気になったんで撮影した、なんかシュンシュンになりました。はい、それでこっちもスキンチェンジいけそうだったので今こっそりやってきました。うなめまなみスキンでコラボのと2回を2回突破と、もうね3回だるそうだったんで4回をさーっと1回だけやって、これで2体ゲットで、スキンチェンジ前回のチャレンジで3体持ってたのでスキンチェンジいけましたかわいい。角が入るのね。でこの血の魔法陣みたいに入るのかな。本当にアニメ見てなかったのでごめんなさい、わかんないけどスキンチェンジかわいいかわいいという薄い情報でお届けになっております。ということでこの動画では私のおとちゃんとうなめまなみちゃんスキンチェンジいけました、ありがとうございます。でで、あーまああとはね、これ青ゼニだけもらえるのだけやろうかなと思うんですが、これ動画でね、前の動画で一回クリアしたっきりできないんだけど、すっごいやってるけどなんかクリアできなくてもがいている最中でございます。いつか頑張ります。あ、これじゃない、これじゃない、すごい図書館、まあ本屋さんだからか。うわー、あ、びっくりした、ここ通れるんだ6カ所あるんだね。あ、4人しかいないけど初めて来ました。青逃げ5のコラボマップ、怪異と乙女と神隠しのコラボマップが来たっぽい。1個だよね。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。標識の斜めがちょっと変だね。顎の肉がすごい。わわわわ。あとどこにあるんだろう。すごい広いね。あ、門とかスイッチあった？やばいやばいやばい。どんなマップ？これ端っこかな？左側と左上を今やった感じ。で、来るんだ。来るんだね。すごいなんか個室の図書、個室部屋みたいになってる感じ。ここか、出口。待って、石像、なにこれ、なにこれあ、これがスイッチなのかな。誰かがごめんなさい、初めてで分かんなかったけど、石像を乗せるスイッチがあるのかな。あ、下にもある。あ、4箇所スイッチのとこがあって、あと1個みんな早いな。出口が上と下にある。あ、ここも小部屋か。ということはまずスイッチを開けて、かわいい僕は美しい、美しいってなんだろう、美しい聞いたことない言葉だな、美しい。あ、ここまずいな、来るよね、いや来るよね、来る、ごめんあれ今私左やったつもりが右行っちゃったよ。そんなことない、ないか。ただ操作ミス、ただの操作ミス。みんなうまい、早い、4人だけどすごい。みんなどうしよう、上行くべき、これどうしようか。上が、あ、ここね、ここなんだ。右側から2ついる忘れてた忘れてた、標識3体がと思った。あ、どうしようかな、下行った方がいいかな、これ。あ、すごいね、右側から石像2つ。あ、出ちゃった出ちゃった、待って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 、標識いる、声がやばい、いやだー、ごめん、やばいやばいやばい、や、死んだらやばい、死んだらやばい、ごめんごめん、出るあー、すごい。あ、ちょっと最後マップ見れるかな、これ。すごい。あ、あ、あー、
かの形だけど、あの、あれだね。あー、ロカボー。図書がメインの、やられちゃったから。はい、なんとか見れました。初見で体験してみました。はい、ということで最初に戻りますけども、新たな試練、青の魔境が6月7日金曜日からスタート。で、新たなギミックも登場するっていうことで、まだまだね、小出しにちょこちょこ情報が出るっていうこともおっしゃってたので、随時なんかお知らせできたらなと思いますが、青の魔境が開催されるっていうことらしいので、楽しみに待ちたいと思います。まだあのコラボ続くので、続々チャレンジなど挑戦したいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。青の魔境ね。やばいの来たがどうしよう。はい、これもまた頑張りたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら他にも動画を出してます。これからもまた見に来てください。それではまた。バイバーイ。